はい、どうもゆうたです。今回はクスコのリアトレーリングロッドを取り付けます。こちらですね。でこちらが説明書、こういったものです。で取り付け位置はこちらのこのアームですね。はい、じゃあまずこっち側から取っていきますね。一応もうちょっと緩めてあります、事前に。であとこっちの下側の方ですね、もう取り外ししていきます。こっちもちょっと事前に緩めてあります。こちらも17mm、上も 17mm、ボルトナットです。はい、取れましたね。じゃあこちらが上が純正で、今回買えるクスコ製がこちらです。なんか重さはクスコの方が重い気がするな。しっかりしてるんですかね。 でこちらがピロに変わってるということですね。はい、あ、これ付属のボルトがついてるんですね。こっちは純正のままですね、多分。で調整はこちらで行います。まあ純正の長さに合わせて取り付けるんで、で今こちらのリアラテラルフロント側とリアラテラルのリア側、こちら変えてあるんで、でこちらをつけてからアライメントをプロのお店のね方に任せてちょっとやろうと思ってるんで、これをつけたらちょっとアライメント取りに行きます。はい、じゃあ取り付けやっていきます。はい、じゃあ取り付けしていきます。よいしょ。よいしょ。でこれさっき純正17だったんですけど、クスコの付属のやつは19ミリみたいですね。
よいしょ、よいしょ、よいしょ。で、上側は純正のボルトを使いますんで17ミリですね。よいしょ、よいしょ。よし、17ミリ。よいしょ、よいしょ、こんな感じかな。はい、一応これでボルトも止まって取り付けが完成っていう感じですね。まあ、ボルトを外してね、変えるだけなんで簡単なんですけど、ただ調整が必要なんで、ちょっと調整は僕できないんで、プロにちょっとお任せするんで。で、こちら、ここピロなんで、この横に対してまっすぐやってあげた方がいいみたいなんで、ここはちょっと調整します。で、長さはこちらで調整する感じですね。はい、こんな感じでつきました。で、またちょっと後日アライメント動画もちょっと載せると思いますんで、はい、お楽しみに。じゃあ取り付けは一応これで終わりますね。はい。